ですね、旅行って言いますと何と言ってもハワイが一番でございますね。そういえばハワイ行ったんだよね。イエスイエス、私行ってきました。遊んできた？いや、何でもやりました。ちょっとやってみたいんだけどね、はいはいはい、背中にほら、酸素ボンベしょってさ、酸素ボンベ、海に潜るやつ。あ、そう、これ専門的には我々スキューバダイビング言いますね。それだよそれ。オーマイガード、やりたかった、できなかった。やらなかった？私ご存知のように大変なヘビースモーカー、タバコ切らしたことありません、うん、ところがハワイというのは環境問題大変うるさいところです。向こうは確かにね。インストラクターに来ましたら、うん、なんと海の中では禁煙だそうです。当たり前じゃねえかよ。お前海の中でどうやってタバコ吸うんだよ。やりたかった、できなかった、惜しかった。あのさ、yes. じゃあのあれやった、あの落下さん、落下さん背中に背負ってさ、あのモーターボードで引っ張って、それを言うならパラセーリング。そのパラセーリング、あれかっこいいんだ。オーマイガード、やりたかった、できなかった、惜しかった。お前そればっかりじゃねえかよ。パラセーリングハワイで大変な人気です。確かに人気がある。ベリー大変な人気。私が行った時にもうすでに出払って一つもありません。あ、そんな人気あるわけ。お店の人が言うには、ソーリー、落下さんありません、代わりにおっかさんでどうですか。おっかさん背負ってどうすんだ。おっかさん背負って浮き上がるか。お前ハワイのおっかさん重いんで私やめました。オーマイガー。あのね、お前結局ハワイらしいこと何もしてねえじゃねえか。私やりました、ハワイアンウェディング。はいはい、ウェディング。Yes. お前10年前に結婚してんだよ。結婚はしました。ところが残念なことに結婚式あげてません。 My wife very かわいそうよ。結婚式あげてなかったわけね。 yes, yes. それであの奥さんのためにハワイに行って結婚式をあげてあげたと。 Yes, my wife very very beautiful よ。ビューティフル。ワイキキビーチのサンセット、バックに流れるハワイアンウェディング、タリーララララ、私はスイミングパンツ、スイミングパンツ、マイワイフビキニ、ビキニ。誓いの言葉を交わし、結婚指輪の代わりのハイビスカスの礼を、あ、向こうはよくね、マイワイフの頭にかけようと思いました。思いよ、か、思い、マイガード、やりたかった、できなかった、悲しかった。ごめん、もその喋りなんとかなんない。もうどうしようもないです、ないです。あのさ、yes. 頭にかけなかったってどうしてよ。おう、文金高しまだが邪魔でした。どんな格好してんだおめんとこのトドは。お、トド、それはあまり動物園のトドに皆さんビキニ着さして、お、文金高しまだ想像してごらん、ビューティフルよ。 No no no、 my wife の長年の夢でした。どこが夢なんだお前。結局あれだろう、おめんところのトドと一緒にハワイに行ったことねえんだろ。君は疑ってますが、私には証拠がバッチリあります。お土産を買ってきました。そういうお土産の話をしてほしいね。こういう、あなたのためには貝殻細工のキーホルダー買ってきました。おいいね、キーホルダー。この際ですから続いてに車買いなさい。いや車なんかいいよんだもん。そして君のお母さん、あ、うちのね、あの汚い顔のお母さん、余計なことはいいんだよな。貝殻細工のペンダントを買ってきました。あ、でもうちの母にもね、嬉しいじゃないの。安物です。いや安くたっていいよ。メガホン、そして今日お世話になっている審査委員長、コロンビアトップ賞。あ、トップ賞にも。この方には特別な思いを込めて、それはやっぱり特別な、高い高いもの買ってきました。あ、いいね、高いものなんて。ヤシの実細工の、ヤシの実細工の缶オッケーを買って、いいわけねえじゃねえかよ。ありがとう。